皆さんこんにちは。今回は美しい姿勢を作るためのエクササイズをご紹介します。肩甲骨と股関節の2つのポイントを集中的にエクササイズすることで、猫背や巻き肩、骨盤の歪みを改善して美しい姿勢を作っていきます。それでは一緒に行っていきましょう。最初は肩甲骨周りのエクササイズです。胸を開き、肩甲骨を引き寄せて背中の筋肉を鍛えることで、綺麗なデコルテと背中のラインを作っていきましょう。まずは胸のストレッチと肩甲骨の可動域を広げるトレーニングを行います。横向きに寝ていただいて、上の足を前の床につけましょう。手のひらを前方に、そして手のひらを合わせていきます。上の手を向こう側に広げていきましょう。この動きを10回繰り返していきます。目線は上の手を追っていきましょう。呼吸は開くときに鼻から大きく吸って、閉じるときに口から吐いていきましょう。この動きは胸を開き、肩甲骨を寄せる筋肉を使うことによって、猫背や巻き肩の改善へとつながっていきます。肩甲骨周りの筋肉をほぐして、肩甲骨を寄せる動きから開く動きで可動域を広げて姿勢を改善していきましょう。今度は腕を大きく頭上を通り回していきます。まずは上から10回回します。できる方は上の手を目線で追っていきましょう。肩甲骨の回旋の動きを意識しながら肩を回していきましょう。動かしづらいところや引っかかりがある箇所は意識してほぐすことによって、猫背の改善にもつながっていきます。肩関節は球関節といって、球体の形をしている360度自由に動かせる関節なので、スムーズに動かせるようになると姿勢の改善だけではなく、四十肩、五十肩の予防にもつながります。今度は下からも10回回していきましょう。こちらも動かしづらいところや引っかかりがある箇所は意識してじっくりほぐしていきましょう。上から回しと下から回しで、苦手な方や動かしづらい方は少し回数を増やして行ってみてください。呼吸は鼻から吸って、口から吐いて、大きくゆったりとした呼吸で行っていきましょう。呼吸を止めないように注意していきましょう。指先はなるべく遠くを通って大きく回していきます。一連の動きを反対側も同様に行います。横向きに寝て、上の足を前方にずらし、骨盤を固定します。両手を前に伸ばして手のひらを合わせます。片手を持ち上げていき、真上を通って背中側の床につけたら、元の位置に戻していきます。この動きを10回繰り返します。目線は上の手のひらを追っていきましょう。呼吸は開くときに鼻から吸って、閉じるときに口から吐きます。鼻から吸って、口から吐くときは口をうの字にして、ストローで呼吸を吐くように吐いていきましょう。肩甲骨が腕の動きに連動してついてこれるようになることで、肩こりの緩和につながります。前の足が浮いてこないように気をつけましょう。
今度は腕を大きく頭上を通り回していきます。まずは上から10回回します。呼吸は鼻から吸って口から吐いて、大きな呼吸を繰り返していきましょう。できる方は目線で手のひらを追っていきましょう。指先はなるべく遠くを通って大きく回していきます。小さな動きにならないように気をつけていきましょう。前方に置いた足が床から離れないように気をつけてください。下からも10回回していきましょう。引っかかるところや回しづらいところはゆっくりとペースを落として通っていきましょう。こちらも同様にできる方は手のひらを目線で追っていきます。呼吸は鼻から吸って口から吐いて、大きくゆったりとした呼吸で行っていきます。腕の動きが小さくならないように、指先をなるべく遠くを通って大きく回していきましょう。次はフェイスタオル2枚を折ってくるくる巻いて使います。このぐらいの高さになるようにしましょう。タオルが肩甲骨の下あたりに来るように置き、仰向けに寝ます。膝を立てて前習いの姿勢から息を吸いながら万歳をします。息を吐きながら前習いの姿勢に戻ります。この動きを10回繰り返します。肩と肩甲骨の可動域を意識しながらしっかり動かすことで猫背を改善していきましょう。手が上まで上がらない方は無理をせずそのまま戻ってきます。10回繰り返す中で徐々に床に近づいていくように気をつけていきましょう。楽に胸を反ることができる方はバスタオルで行ってみてください。背骨の柔軟性を高めて綺麗な S 字カーブの美しい姿勢作りにも効果的です。次に背中の筋肉を鍛えるトレーニングです。立って足を肩幅に開き、バンザイをして両手はパーに、小指に力を入れてグーにしながら肩甲骨を寄せるように肘を背中側に引きます。またバンザイしながらパーに、この動きを10回繰り返します。肩甲骨を上から下にしっかりと動かしていきましょう。肩甲骨が寄り切ったところでギュッと力を入れて 1,2 秒止めてからまたバンザイの姿勢に戻ります。先ほど行った胸のストレッチで胸郭がしっかり開くようになったので、今度は肩甲骨を寄せた状態をキープしてくれる背中の筋肉を鍛えます。この時も呼吸を止めないように気をつけていきましょう。肘と肘が背中側でくっつくように V 字で背中の方に引いていきます。続けて手のひらをパーにして下に向け前習いの姿勢をとります。小指に力を入れて逆手でグーに握り、肘を閉じながら肩甲骨を寄せるように V 字に肘を後ろに引きます。またパーにして手のひらを下に向けながら手を伸ばします。この動きを10回繰り返します。肩甲骨を外から内に動かすことで姿勢を保持してくれる筋肉を育てていきます。この筋肉が鍛えられると肩甲骨が寄った形で姿勢を保持してくれるので、デコルテがピンと張った状態になり、猫背や巻き肩の時にできる影がなくなって、レフ板を当てたように顔色が明るく若々しく見えるようになります。呼吸を止めずに繰り返しましょう。
股関節周りの筋肉をほぐして骨盤の前後傾を整えて姿勢を改善していきます。まず股関節のストレッチです。膝立ちになり片足を一歩前に出して上体を前にスライドし、後ろ足の股関節を伸ばします。体は前足にくっつかないように後ろへ反らしましょう。この動きは股関節を曲げるときに使う腸腰筋をストレッチしています。腸腰筋はデスクワークなどで股関節を曲げた状態が続くと硬く縮んで伸びづらくなってしまい、お尻の筋肉が使えずに骨盤の歪みを引き起こします。しっかり伸ばして骨盤を正しい位置へと整えていきましょう。そのまま前足の内側に両手をつき、後ろ足の膝を上げ床から離し、さらに腸腰筋の伸びを感じましょう。股関節の位置が高いと伸びないので、股関節はなるべく床に近づけてしっかりと痛みが感じるところまで伸ばしましょう。上半身と下半身をつなぐ腸腰筋を伸ばすことで背骨と骨盤を安定させて美しい姿勢の保持に効果的です。続けて体を上下に振ってアクティブストレッチです。10回程度縦に振りましょう。腸腰筋を動かして股関節周りの血行を促進することで老廃物が流れやすくなり、足のむくみや冷えの改善にも効果的です。続けて足の裏側のストレッチです。後ろ足を引き寄せて両手は前足の横につき、良いドンの体勢をとります。前後の足の膝を伸ばしてお尻を持ち上げ、前足のもも裏とふくらはぎの筋肉をストレッチしていきます。かかとが上がっているとストレッチされないので、しっかりとかかとを下ろしましょう。さらに体を前後に振ってアクティブストレッチです。骨盤が後傾の方は足の裏側の筋肉が硬いので、ストレッチでほぐすことで骨盤を正しい位置に整え、猫背の改善も期待できます。もっとできる方は前のつま先を上げましょう。前足のもも裏、ふくらはぎがより伸びてくるかと思います。続けて後ろ足を床に下ろし、お尻を引いてしっかりと前足の膝を伸ばしましょう。できる方はつま先を持って足の裏側の伸びを深めていきましょう。ふくらはぎの筋肉を伸ばすことによって骨盤の後傾を防ぎます。またふくらはぎの筋肉は第二の心臓と言われていて、体のポンプの役割をしています。ふくらはぎの筋肉が伸びたり縮んだりすることで、上半身から送られてきた血液や水をまた上半身に送り返すことができるようになり、代謝が上がります。続けて太ももの前側のストレッチです。前足の膝を立て、手を前足の内側に置き、後ろの足の膝はなるべく後ろの方について、足先を持ってかかとをお尻につけます。前の手を一歩前に出し、体重を前にかけていき、太ももの前側をストレッチしていきましょう。骨盤が下前傾の方は前重心になり、太ももの前側が張って硬くなるので、前ももの筋肉をしっかりほぐして骨盤を正しい位置に整え、姿勢を改善していきましょう。また反り腰の改善にもつながります。アクティブストレッチです。お尻からかかとを一度離し、もう一度つけていきましょう。この動きを10回程度繰り返します。膝が痛い方はタオルを引きましょう。一連の動きを反対側も同様に行います。まず股関節のストレッチです。膝立ちになり片足を一歩前に出して上体を前にスライドし、後ろ足の股関節を伸ばします。体は前足にくっつかないように後ろへ反らしましょう。股関節の筋肉は座りっぱなしのデスクワークなどをしていると伸びなくて骨盤を前に引っ張ってしまいますので、しっかりと伸ばしていきましょう。もしも痛みが感じなくなったら、さらに上体を起こして股関節をしっかりと伸ばしていきましょう。前の手で膝を押してあげると反らしやすいです。そのまま前足の内側に両手をつき、後ろ足の膝を持ち上げ床から離し、さらに腸腰筋の伸びを感じましょう。股関節が上に上がっていると伸びないので、股関節は床に近づけていきます。
できる人はさらに手を前の方につき、上体を下に下ろしていきましょう。続けて体を上下に振ってアクティブストレッチです。10回程度縦に振りましょう。これも1回1回しっかりと痛みを感じるところまでストレッチしていきましょう。続けて足の裏側のストレッチです。後ろ足を引き寄せ、両手は前足の横につき、用意ドンの体勢をとります。そこからお尻を持ち上げ、後ろ足のかかとをつけていきましょう。かかとが浮いてきてしまうと後ろ足が伸びなくなってしまいますので、かかとはしっかりとマットに近づけます。前足のもも裏の筋肉とふくらはぎの筋肉をストレッチしていきます。さらに体を前後に振ってアクティブストレッチです。この時もできる方は前の足の膝をしっかりと伸ばしていきましょう。後ろのかかとは上がったり下がったり上がったり下がったりしていただいて大丈夫です。もっとできる方は前のつま先を上げていきましょう。続けて後ろ足を床に下ろし、お尻を引いて前足を伸ばします。膝をしっかりと伸ばしてあげましょう。できる方はつま先を持って手前の方に引き寄せます。足の裏側の伸びを深めていきましょう。ふくらはぎの筋肉は伸びたり縮んだりすることで代謝を良くしてくれます。むくみの改善にも効果的です。続けて太ももの前側のストレッチです。前足の膝を立て、後ろ足の膝はなるべく後ろの方について、足先を持ってかかとをお尻につけます。前の手を一歩前に出して体重を前にかけていきましょう。お尻からかかとが離れないようにしっかりとくっつけていきます。次にアクティブストレッチです。一度お尻からかかとを離し、もう一度お尻につけていきます。この動きを10回繰り返していきましょう。ストレッチを感じなくなった方は前の手をもう一歩前に出して体重をさらに前にかけていきます。お疲れ様でした。いかがでしたか？姿勢の歪みを改善することでぽっこりお腹の改善やヒップアップ、太ももの引き締めなど体型の崩れを改善する効果も期待できますので、ぜひ続けてみてくださいね。